皆さんお晩です秋田県の新聞社秋田先駆け新報社がお送りするポッドキャストマンズまれ今日もまりながらお付き合いくださいご案内はデジタル編集部の藤岡真希ですどうぞよろしくお願いいたしますさて本日のテーマは今年度の秋田先駆け新報社の新入社員にお話を聞いてみた営業総務編でございます第一弾の 記者編に続きまして、人材部の加藤凜子さんと一緒に入社して半年が経った新入社員の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。では凜子さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、秋田咲掛新報社人材部に所属しております加藤凜子と申します。2012年の入社でして、採用担当を昨年からさせていただいております。 入社してからはですねえずっと記者の仕事を長くやってまいりました今日は若い皆さんとお話しできるということで前回もそうでしたけども入社したあの頃を思い出してはい、やっていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますあ、北秋田市の出身でした、はい、そうですね私の先輩にあたりますね北北のはい このコンビでやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい。ではちょっと緊張した皆さんがいるんですけれども、<laughs> あの早速皆さんに自己紹介をお願いしたいなと思います。では営業部の伊藤ルナさんからお願いできますでしょうか。はい、と営業局営業部伊藤ルナと申します。と担当は小岡孝美担当のサブでございます。

力を注ぐ活動推し活というふうに呼ばれておりますけれども。伊藤さん、どういった推し活をされているんでしょうか。はい、えっと、私は、と、二点五事件と呼ばれるような。界隈で活動しているストプリ。ストプリ, <laughs> トプリが好きでございます。ストプリ、藤岡さん、ストプリはわかりますか。ちょっと存じ上げております。私もすいません、名前ばかりで、はい。 方々が出るんですよね。あの2.5次元、2.5次元、はい、そうですね,ですね。リアルとアニメの間みたいなね。ですね。そこら辺の話だけはね、もう3時間ぐらいお話できそうですけども、<laughs> はい、今日ははい、あの後でちょっとまたゆっくり聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では続いて編成部の三田天平さんいきましょうか。はい。 よろしくお願いします。えっと営業局編成部に所属しています、三田天平と申します。えっと出身は本庄出身で、えっと。趣味は最近はよくお酒をあの家で飲むのが好きで、ウイスキーを勉強中です。あと、カクテル作る練習もしようと思ってシェイカーを買いました。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。 あれちょっとバーテンダーとかに転職しないでくれよ <laughs> まだ形から入っちゃってますからね。<laughs> らはい入ってますね。えー、あの前回前回、えー、記者の三人をこのポッドキャストでご紹介したんですけども、その加藤君とね加藤大樹君政治経済部の加藤大樹君と割とこう飲みに行ったりすることがそうですねあの一方的にこっちが忙しい中。 声かけて時間潰してもらって <laughs> <laughs> あの来てもらってるんですけどもあの最近あんまり行けないんでまたちょっと落ち着いたら誘って飲みに行きたいなと思います。おいいですね、はい、お酒はね秋田美味しいお店がすごく多いので,、うんでね、いい趣味だと思います。はいじゃあよろしくお願いします。いますはいではもうスーパーフレッシュ一番の <laughs> この春入社したあ中で一番のフレッシュマンの佐藤春樹くん。 はい、よろしくお願いします。えー、っと佐藤春樹です。総務局人材部で今は経理担当していて秋田市出身で高校が秋田商業高校から参りました。えー、っとですね、最近は筋トレにハマっている19歳です。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> フレッシュね、フレッシュで19歳、高卒のね、久々の。 高卒の新入社員ということですけども佐藤春樹さんは私と同じ人材部のに所属しておりまして人材部すいません私さっきちょっとご紹介をし忘れてしまったんですけども今年の10月1日ですね10月1日付で総務局の人事部と経理部を統合して新しく生まれた部署になります人事部と経理部も正社員の数がそ,あのそんなに多くなくてですね、まああの 非正規の社員の方も巻き込んでの業務分担の見直しということで全体の生産性を上げることを目的としてこの10月に生まれました人事の「人」と「財務の「財」で「人財部」という名前でしてもう春樹くんは本当にあのねやっぱりなかなかこう年上の先輩が周りには多いなんかこう若さとね あのフレッシュさと、本当に返事とかやっぱり素晴らしいので働きぶりも、はい、私も見習いたいと思います。はるきく君も、ね、ちょっと緊張あるかもしれないんですけどあのちょ同期の皆さんとどうですかっていう話もしながら今日は進めていきたいと思いますので3人とも今日はよろしくお願いしまます。す。しお願いお願い,、はい、はいいはありがとうございます。 この他にこの「マンズねまれ」でイラストを担当してくれているあの近藤理のさんという方もあの私と同じデジタル編集部所属でいるんですけれども今回はお休みということでえこの第2弾この3人と一緒にお送りしていきたいと思いまますすどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたします。 はいではここからはですね私の方からフレッシュな3人にいろいろな質問をしながらあーちょっとね会社員生活どうですかというところを聞いていきたいと思います。今ポッドキャストをお聞きの皆さんにはですね先駆け信奉者自分の就職活動でちょっと候補に入れている考えて見ているという方もいらっしゃるかと思いいらっしゃるかなと思います。もしそういいった方あーいればですねぜひ今日の フレッシュマンの3人と前回のフレッシュマンの3人の話をぜひ就職活動などに活かしていただけたら嬉しいなと思います。はい。ではですね、私の方からちょっと3人に聞いてみたいんですけども、あの本当にリラックスしてね、参加していただきたいんですが、先駆け新報社。 をこう目指す目指すというか死亡したきっかけ志望動機みたいな。なんか面接みたいに書いて。<laughs> <laughs> ちょっとあれなんですけど、あの先駆けは何でこう？死亡しようと思ったのか、理由を教えてもらえたら嬉しいんですが、三田君から聞いてみたいですかね。<あ>はい、はい、はい、えー、っとそうですね。あのまずなんかこう。自分は大学は秋田県ではなかったんですけれども。あの県外の？ まあ場所にいてそれで就活をするっていうふうになった時に自分は大学1年長くいてしまったのでまずちょっとまあそこの部分も踏まえてなんですけどまあどっちがいいかなっていうふうに考える視点はいろいろあると思うんですがまあ本当これはあんまり参考にならないかもしれないんですけど自分の場合はまあ秋田の新聞社っていうものに関わりたいという動機は自体はそんなにはなかった方かなと思いますうん、うん。 でなんか秋田に帰ろうと思ったのも、まあ、その家族だったりとかあのそっち方面の要素が強くてとりあえず秋田っていう場所に自分の地元の場所にこだわりたかったっていうところがまず第一にあったかなと思いますでその上でやっぱりこう秋田の会社を思い浮かべるとその知ってる会社があのここぐらいしか浮かばなくてっていう言い方は良くないかもしれないですねあまずあの一番頭のいい優先的に思い浮かんだのがこちらの会社だったので。 まあ、インターン行こうと思って2月頃ですねインターン参加したんですけれども、まあ、その時に空いてる業種があの、まあ、編集と記者どっちも編集と営業どっちも選べたんですけど、うん、あの営業しかあの空いてる場所なくてああその体験のプログラムでたまたま、まあ,そうそうあなるほどそう,そう,うん別にそうですね最初はもうスタートはどちらでもなくてうん、まあ、たまたまそのインターンに参加した流れで面接も営業で受けさせてもらってっていうふうなところで どどんどんこう進めながら自分の中でもこう行く意味だったりとかを積み重ねていった感覚はありますねうお今ね三田君はその秋,田秋田というまあ場所にこだわって秋田県内の就職県内就職をこう中心に就活をちょっと考えていたっていう感じですよね。えー、そうですね実はうちの会社も結構多いかなっていう印象あるんですけど、うん、藤岡さんあでも藤岡さんはメディア志望だったんでしたっけ そうです、ね、もともとはいかからですすねごい私はそうですねそれこそ三田君と一緒であの秋田に関わる仕事秋田に関係する仕事がどうしてもしたかったので、うん、実は新聞社は全然除外してた、うん、<laughs> みたいな。<laughs> いやちょっと新聞記者とか新聞社は硬いイメージがあって私は、ちょっとねそういうのは難しいかなと無理かなと思ってたんですけれどもあそれについてはあのお聞きの皆さんぜひ採用イベントの方にご参加ください <laughs> はい詳しく話しますのですみません話そ取れましたけども、はい、じゃあ本当にあの自分のこう希望通りというか秋田で働きたいというところは一つかなったのかなという感じですかね。 そういう意味ではかなっている部分はありますね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、フレッシュマンの佐藤春樹君はい。秋田商業高校卒。はい、はい。教えてもらっていいですか。はい、えー。私が入社しようと思ったきっかけなんですけど、まあ、高校野球を引退しまして、うん、いくつか進路選択肢があった中で、まあ秋田に残ろうっていう選択をしたんですけど。 そんな中でやっぱり人口減少とか少子高齢化とかそういうちょっとネガティブなニュースが多くてどうせ自分が残るなら秋田が盛り上がるといいますか元気にできるような会社にたず会社っていうか仕事を携わりたいなっていう時にその進路担当の先生に先駆けあるぞっていうことを言ってもらってっていうのがまず大きな。 きっそうですね私も個人的にはやっぱりね秋田のイメージちょっとまあ負の,負のイメージがね <laughs> 秋田ねちょっと多いのであのなんかそうですねそういう盛り上げたいみたいなところはすごく共感できる部分もたくさんあの大きくあるんですけども新聞社みたいなところにこうハードルを感じたりはしなかったですかそんなにどうでしょうそこら辺はそうですね、えー、っと一応自分野球してて すごい取材も何度かしてもらったこともあって思ったより硬いイメージはなくてその記者の方がすごい優しいというか印象を持ってたのでそこまでハードルは感じなかったです<ー>。はい、なるほど、えー、前回の安倍さんも安倍倍ささんんもも スポーツマンでねなんか取材を受けてそれがきっかけでみたいな話をしてましたけどちなみに春樹キ君は誰に取材を受けたんでしょうかえっとですね今本庄支局にいる加藤加藤光大記者ですねああ就航のエスをやって彼もそうですね、はい、野球部だったのでああなるほどいや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 みんなでそうやって繋がりがね <laughs> <laughs> えー、ありがとううございいいいますはい、じゃあ伊藤さん教えててもらっていいでしょうか、はいえっと、私が入社しようと思ったきっかけはあの大学で一度の県外に出ましてやっぱりこう就職するってなった時に生まれ育った北に戻ってきたいなっていうのとあのやっぱり地元の先ほどもちょっと出てるかと思うんですけど地元の盛り上げに貢献できるあの新聞社 が <laughs> 心出すきっかけにななったかなと思います、うん、で営業職を志望したきっかけとしてはあの私も三田さんが言ってた通りありインターンシップに参加していてでその際にあの新聞広告の,その営業職の方に新聞広告の説明を受けた際なんか面白いなっていうのと、うん、あのこの広告使って もしかしかたら秋田を盛り上げるきっかけになるんじゃないかなって思ったことがやっっぱりり営業職を志したきっかけですすねうーんーありがとうございます私ずっとそれ入社してからはこう記者としてのキャリアが長いんですけども営業の方ともやっぱり社内でこうお会いしたりとか何かの機会でお世話になったりする機会あるんですが。うん 営業の方、すごくね、私、印象をやっぱり、バリッとしてる方が多くてですね、なんか、かっこいいなと思う社員の方、すごく多い印象ですけど,ど、どうですか、伊藤さんは。すいません、なんか、自社の、<laughs> 自社のね、なんか、あれなのですみません。私、別の会社の人みたいな感じですみません。ん先輩方皆さんかっこよくて なれるように頑張ろうって日々 <laughs> 思ってますおおいいですねでも伊藤さんバスケットやってたんですよねずっとはい、はい、大学までバスケットやってて身長も結構こうあってスラッとしててはいバリッとしてきてますよ <laughs> スラとバリッとバリ <laughs> バリッ <laughs> はいありがとうございますまあみんな本当にそれぞれのさまざまなこう理由で、えー、先駆けに入ってくれて今仲間として頑張ってくれてるわけなんですけども前回は記者の3人 に話を聞いたんですよね。新聞記者の仕事っていうのはなんとなく多分ポッドキャストをお聴きの方々もこうイメージはつくのかなと思うんですけども今日の3人の仕事についてはもしかしたらこうイメージしづらい仕事もあるかなとは思うんですけども具体的に今こういう仕事をやってますというのをそれぞれ紹介してもらいたいんですがではピッチャー。 エス、<laughs> あ、え、エスじゃない、エスじ,じゃない、ごめんなさい。<laughs> はい、ピッチャー春樹んから、はい、紹介してください。はい。はい、えー、私今人材部という部署にいるんですけど。実は。人材部に来たのはこの10月からで。うん、それまでは総務部というところにいて。今。いろいろ教えてもらっている立場ではあるんですけど。まあ、主に。その。入金、うん、入金処理を行って。 おりますはい。はい、あまりこれは深く聞かない方が安い <laughs> <laughs> ちょっとあんまりなんか説明な、あれかな <laughs>。そうですね、えー。佐藤春樹君はですね、最初4月に入社して、えー、くれたときは、総務部で、えー、勤務をして、半年間ですね。主にまあ 総務って本当にいろんな仕事をこう担当するんですけども、まあ、備品の管理をしたりとかいろいろな何か設営があったりしたときにそれをこうお手伝ったりとかそういった仕事が多かったかなと思うんですが総務の時の時仕事はどうでどうででしたかこう振り返ってみてみそうですね、えー、総務部の時は本当にいろんな仕事があって一日一日同じ日がないという日々でうんすごく 楽しかったですね。はい。今は覚えることかなりあるんじゃないですか。そうですね。はい。でも皆さんのおかげでやっとちょっとできるかなってぐらいにはなってきて、はい、会社の仕組みとかもちょっと分かってきているところです。そうですよね。うん。ちょっとじっくり時間をかけてスキルアップしてほしいなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ次はですね伊藤さん営業営業部と。 営業局の営業部というところで勤務してますけども、主に広告新聞広告の営業に関係した仕事ですよね。はい、はい、この部分、具体的に教えていただいていいですか？はいと、私は今、秋田市やあの小賀型上エリアのあのサブ担当としての日々、いろんな企画のセールスしています。 主に自分が担当している企画で言いますとあの毎月新聞の本紙に掲載しているあのお誕生おめでとう企画とかお誕生メッセージ企画とかを担当してやっておりますあじゃあ結構ほっこり,っこりする案件が、ね、<laughs> 多いわけですよね、はい、あの伊藤さんを入社した最初にこう先輩に先担当する先輩がこうついて教,わ教えてくれたりはしたんですかはいそうですねいろんな ファイルそのセールスするときのファイルの入れる順番あのなんていうんですかね資料の入れる順番から、うん、あの申し込みをするあの果てまで全て教えてもらってあのやっと全体的な流れをつかんでやれるようになってきたなというところではあります、ね、うんなるほど伊藤さん県ああ、えっと、本社から外に出たりする外を回ったりする仕事もあるんですかね。あそうですね秋田市内の あるきっと秋田市内にあるたくさんの企業だったり、あの十月一日からはと小川片紙担当の,のサブとしてもあのそっちのエリアにもあの足を運んであの企画のセールスをしたりしております。うんなるほど。そしたら小川片紙エリアを回るときは先輩について回るという感じですか？あそういうわけでもない,い。そういうわけではないんですけれども、あ<ー>まあきあの本担当の方がいらっしゃってその人のあのその方のちょっと 手が回らないいとところだっったりをのサブとしてやってやる形でございますあなるほどじゃあ一人で運転もしていたりする、はい、運転はどうですか得意そうですね,<意>ですね高校卒業してすぐに免許を取りまして今5年ぐらい車を運転しているのでだいぶ慣れてきましたあじゃあ <laughs> ゴールド免許ね <laughs> ゴールド免許永年継続で <laughs> はいえー そうなんですね分かりましたありがとうございまます はい、で、ここも広告営業の仕事、次は三田くんですね。編成部というところにいまして、伊藤さんと同じね、営業のフロアにはいるんですけども、内勤の仕事ですよね。はい、そうですね、迎えにいる時間が多いです。はい、うん、編成部の仕事、多分今お聞きの方、イメージしづらいと思うんですけども、まあ、具体的にどういうことをやってるか、よろしいですか。はい、そうですね、えっ、ー、と、まあ、基本さっきルナさんが言ったように。うん、えっと、営業部の方はですね、こう外に行って。えーと 社外の人とやり取りする時間が多いんですけれども、えー、編成部は、えっとまあ、先々の広告がどこに配置されるのかとかそういう中の広告の調整とかあとはそれから日々えっと毎日広告が入稿されるんですけど、まあ、そこにミスがないかデータ的に不備がないかっていうところのチェックをする場所というふうな機能が主だと思います。うん あとはえっと文字広告って言ってあのまあ、水曜日と金曜日と日曜日紙面にあのシッというあのアン、うん、シップという広告ですねあの文章だけの広告が、うん、あのあるときがあるんですけどもあのそれの制作とかあの死亡広告っていう奥台ミラとは別の広告を 文字文章だけの広告を作るみたいな業務はえっと編成部で担当していたりします。うんはいありがとうございます。そのチェックやっぱり新聞の情報特にそういうね広告系はあやっぱり間違いないようなあ間違いないようにしっかり確認作業というのがかなりこう重要されるところだと思うんですけども確認はどういうふうにやってるんですか。あそうですねものにもよるとは<あ>、うん、思うんですけど。はいえっとまあ基本的にあのまあどの 部署でもそうかもしれないんですけれども、あのまあ、複数人で見るっていうところがやっぱり最大のところかなと思っています。うん、なんかえっと一人の目線でこうミスがなくてその人がチェックしても、まあ二人目三人目っていうふうにミスがないかもう一回チェックし直したりとか、あとはそうですねデータの NG とかに関してはえっとそういうふうな新聞の広告を入稿する時の規定に。 ずれててないいかっていうチェック機能がパソコンにあるのでそれ使って判断できる部分はあるんですけどもうそうです、ね、あの原稿のミスなどはあのもう本当に何重にもいろんな人が目に触れるような流れでこちらに流れてくるのでやっぱり人が1人じゃなくて何人も見るっていう風なところが確認するとこの肝かなと思います。うんはいいありがとううございますすちなみに私そうですね 営業の方々の営業のフロアの仕事の経験がちょっとないので今お二人からいろいろ聞いてなるほどなとちょっと勉強になったところたくさんあるんですけども、えー、と忙しい時期っていうのは一、まあ、日の例えば時間なのか、まあ、え半年期間なのでもしこれまですごく忙しい時期があったならそういう期間でも大丈夫なんですけどもどういう時がこう忙しいいい時でしたか三田君あの、まあ編成部はえっと、さっき 言っ言たようにあのそのやることがこう毎日ルーティーンではないんですけど、うん、基本的には同じ流れを踏むのでそのここが忙しいんだよねっていうタイミングは、まあ、目立ってはな,かったない方だとは思うんですけれども、うん、やっぱりこう最近選挙の時期なので選挙も選挙広告が入ってきたりとかそれからあとはこう何周年記念とか。 えっと、いろんなこう企画ですね新聞以外にもこうするものとかがあってそれのデータも入れないといけないチェックしないといけないっていうタイミングがあるとやっぱり一日のこなす量自体は増えるので、えっと、なかなかあの忙しいかなとは思うんですけども、うん、これは中も外も外の忙しさに比例して中もっていうふうなところはあるかもしれないですね。うんなるほどありがとうございます。伊藤さんはどううでしょう そうですね通年通して忙しいんですけれども <laughs> やっぱ企画がない時期っていうのがほぼないので,で、ねうん、1あの一個売り終わったらあとまた新しい企画が出るのでそちらの方の売りに行ったりっていうのがあるので。 忙そうですねまあもうあの特にこれからとお正,正,正月の新聞っていうのは結構私たちもお力入れてこう作るので、はい、そういった時にはねあの伊藤さんもすごくルナさん忙しい時期来ると思いますけども <laughs>、ね、本当にあのお聴きいただいている企業様の中には私たちにね広告出していただいている企業さんもたくさんいらっしゃると思いますのであの本当に一生懸命あの作らせていただきますので。 はいあの引き続きよろしくお願いできればと、はい、はい、思います。お願いします。はい、ハルキ君はどうでしょうか。あ、その忙しかった時期とか、まあ今今部署にこう新しく配属になったばっかりなので、今はあこう日々ね覚えることがたくさんでちょっと大変というのはあるかもしれないんですけども、総務の時。 入社してから総務にいた時にちょっとこうなんか難しい仕事とかそういう忙しかったのとかそういうのがもしあれば教えてほしいんですけどもどうでしょうかえそうですね忙しかった時は難しかった仕事とかもしあれば難しかった仕事をんなに こなして来られたのかな<笑>,笑顔が今そうですねあでもやっぱりその一日一日ごとに違う仕事が来るっていうところが難しさっていうかうそうですね臨機応変にこう対応したり動かないといけない、はいね、っていうのが、はい、ああ<ー>。電話対応がすごく。 確かにそうですね大変でしたその新聞社なのですごい業種がたくさんあるというかうん、うん、そんでこの電話を来たらどの局につなげばいいか,かうんすごくそこが入社して一番苦戦したところなるほどなです社内のどの部署がどういう仕事をやっているとかそういう仕組みのところをこう覚えるまでが結構大変だったかなという感じですか。 はい、そうですね、確かに総務にはもう日々、日々、やっぱり代表電話なので、いろいろな電話がかかってきて、おつなぎするという作業、確かに後ろで春樹んやっていたなと思いました <laughs> しっかり、はいあのね、な,なんというかあの、丁寧に対応していたという印象ありますけども、心がけてましたかそそこら辺はそうですね、はい、あの代表電話は会社の顔っていうことを教えてもらいましたので。はい いつも丁寧な口調でわかりやすく話すことを意識してました。素晴らしい。<laughs> はい、私も見習ってはい気をつけたいと思います。はい、ありがとうございます。で、三人はそうですね、えー。まあ基本的に記者。 ではないこう部分の新聞制作にいろいろ携わっているわけではあるんですけども何かこれまでやったことの中で印象に残っている仕事とか出来事とかああこれ面白かったなとかそういうのってどういうのありますかうん目があったけど春樹くんどうでしょう <laughs> はいえー、っとすごく印象に残っている仕事は8月総務部にいた頃なんですけど、うん、関東 をその業務というか会社で関東を挙げてるんですけどその関東の一応会の運営を総務部でやっていて自分自身もその関東祭りに参加して関東をあげたんですけどあのやっぱり今まではその観客として参加していた祭りに実際あのメインストリートといいますか。<laughs> 関東踊りなどで<の> <laughs> す,すごく注目を浴びているような気持ちというかすす、はい、すごく楽しかったの一言でで<ー>、はい、そうですね秋田関東まつりという、ね、秋,田の秋田市の一大イベント夏にありますけどもその関東に出館する参加する企業関東会というのが私たち先駆け新奉車にもあります。で6月の いつぐらいかな、6月下旬ですかね、練習し始めは。そうですそれぐらいだと思います。はいそれぐらいから会社の駐車場などで練習をして、えー、そこにはるきくんも参加していたという形ですけれども、やっぱりスポーツをやってたから、筋がいいんですよね、実際こう、本番も上げましたか、会場では。そうです、ね、何度か失敗をしながら、あ<ー>、はい、上げました。<laughs> <laughs> 来年もじゃあちょっと観光客の方をはい楽しませるような演技ちょっと期待しておりますので、はい、トレーニングの成果を生かしてください、はい、よろしくお願いします、はい、伊藤さんどうですかはいと私が印象に残っているのは営業職と言ってもあの本当に企画のセールスをするだけではなくイベントのあのスタッフとしてお手伝いすることが多くってその中でもあの。 最近あのもしかしたら見たことがあるかもしれないんですけどあの見開きとかで「だから大丈夫」っていう企画が行われてるかなと思うんですけれども半妙さんとか慎吾西成さんのラッパーの方々の,あの公演をした際にですねあの AD さんみたいなことの仕事をしまして<ー>舞台の裏の方であのなんていうんですかねこう本当に AD さんみたいな感じでこう。 何曲目になったのでぜひあの次出番ですみたいなようなことをしたりとか<ー>ちょっとそういうところが結構面白かった仕事ですねやっぱり。あ何でもあるでもやるっていうのもありますけども。はい なるほどあれも、ね、すごくあのライブの時もたくさん県内の親子連れの方、はい、来ていただいて楽しんでいてくださったんじゃないかなとは思うんですけどもあのどうでしょうそういったあの会場の方の雰囲気とかはあの時はどうでしたかやっぱりもう盛り上がって私もステージの袖から観客のところ方々をちょっと見てたんですけれどもやっぱり盛り上がりがすごくて。 あでこんなに盛り上がれるんだって思えば<ー>この企画やっぱすごいなっていう先輩考えた先輩もいらっしゃったんですけど本当すごい企画思いついているなっていうところでとても尊敬でできましたうんそうですね営業の方々は本当に新聞広告の,たんあの新聞紙面,の紙面上の広告のアイデアだけではなくて最近はやっぱりリアルのイベントと組み合わせたりする企画というのもすごくあの面白いもの私も。 一読者としてこう見てて思うんですけどもぜひルナさんにもねあのそういった推し活の視点が生きる <laughs> そね, <laughs> ね、はい、そういうの絶対あると思うのであの面白い企画期待しておりますので、はいはい、頑張っていただけたらと思いますが、はい、三田君はどううでしょうかあそうですねあのさっきあの「だから大丈夫」のライブの話をしたされたと思うんですけどルナさんが。 ちょっとそれ言おうと思ってたので <laughs> <laughs> そうですねあの自分もそうラッパすごい好きだったので<ー>ラップが,すごい好,きが好きなんですよねは,い、君は好きだったのでやっぱり生で見れたこととかは嬉しかったんですけどちょっとそれ以外の話で言うとあのやっぱり、えー、と内勤の部署ですのであの外の人と関わる機会っていうのは少ないんですけれども。 あの文字広告を作る時に SIP ってさっき言って文字広告を作る時にあの広告主さんの方と,えっとちょっとお電話でやり取りさせていただいたときにその方こう月に1回とかあの出してくれる方なんですけれどもあのその時にこうちょっとまた三田さんにお願いしてもいいかしらみたいなことを何気なく言われた時がやっぱりこう。 普段そうですねあのお客さんとの直接のやり取りっていうのが少ない部署だからっていうのはあるかもしれないんですけどすごくそれは おーいいなみたいな嬉しいなってすすすごい思い思まししたねねね嬉ででそうです、ね、最初は最初のうちはね皆さんもまだまだこう自分のやるやらなきゃいけないこととやりたいこととかいろいろあって、えー、その中で日々の業務にこう一生懸命全力投球してると思いますけどもやっぱり県民の方とかねそういったお客様からあそういった反応をいただけるとモチベーションにつながりますよね。うーん <ど>そ,そうですねありがとううございます、はいえー、そうですそでね、まあ、皆さんそれぞれの部署で本当に頑張ってくれていると思うんですけどもこれからそうですね先駆け新歩でちょっとあの先駆け新歩にちょっと興味を持っているというような学生さんあのもしお聞きの方がいればですねそういった方にもぜひぜひメッセージを追うというかエールというかアドバイスと言いますかそういったのを 送っていたただけたらなと思うんですがどうでしょうか、伊藤ル菜さんから、<laughs> はい、はい、えー、っと、やっぱり営業職って、なんか皆さん大変なイメージを持たれてる方も多いかと思うんですけれども、あの新聞社の営業職は、本当に大変なだけではなく、楽しいこともいっぱいあって、そ先ほど言った通り、やっぱりイベントのスタッフとかに出ることによって、本当に、 いろんな秋田の魅力が感じられる仕事だなと思うのでぜひんて言うん,んですか<ー> <laughs> 全然ねはいあの,あのそうですね何かあのもし気持ちちょっと興味を持っていただけたらぜひねはい挑戦して挑戦してみてくださいはい <laughs> <laughs> 大丈夫大丈夫全然はい は,るき君はどううでしょうか、まあ本当にね、ちょうど今就活をしている方々とねもしかしたら年齢近い方もいるかもしれないんですけども、はい、どううでしょうそうですね僕自身がアドバイスできることがあるかは分からないんですけど実際入社してみてすごいあの皆さんいい方ですごく働きやすいと言いますかすごくやりやすい環境で働かせてもらって、うん、っその中でも 大切だと思うのは元気とやる気とその何でしょうね挑戦する心と<ー>思いますのでこれを大切に自分自身も頑張っていきたいと思います。お素晴らしいあの全然私こういうこと言えとかって今日一言も言ってないので <laughs> あのね春樹くの本当の気持ちで、はいそうですね。まあ本当に三人やっぱり。 元気いいですもんね。私も社内に今は基本的にいるので。三人とこうね、会ったりする機会すごく多いですけど、挨拶やっぱりめちゃくちゃ良くてですね。私も。いや、まあの、だまだまだ大丈夫って,言ってるおかしいな。いや <laughs> <laughs> <laughs>、あの、まだここね。あの、まあ、大変なこともあると思うんですけど、あの、元気よく頑張ってくれてるなという印象をすごく三人からもらっているので。はい、あ、最後そうですね。三田君をエールもぜひお願いします。はい、えっと、そうですね。あの。 自分も、まあ、なんか分からない部分がやっぱり多いんですけどあのやっぱり忙し,く忙しいだけじゃなくて楽しいとか何かいろいろそんなの多分どこの会社も行ってるところだと思うし、うん、選ぶ人もたくさんいろいろいろんな視点があると思うんですけどやっぱりこうどこに行こうが何しようが楽しいだけでもつらいだけでもないのはやっぱりそれは当然ちゃ当然だと思うし、うん、っていうところでやっぱりその。 別に新聞読んでても読んでなくても興味あってもなくてもなんか秋田に帰る時の選択肢とかそういうところでえっと一つ見てもらってその上でなんか入った後とかですねまあそのど,ういうどういう進路に行こうがなんか入った後で自分がどういうふうにやれるかっていう努力がやっぱり大切だと思うのでなんかその今行きたいとこに行けない行きたいとこに行くために頑張ってるってことはそれはすごい大事でもやっぱりいろんなこう そうですね、入ってから頑張ろうみたいな気持ちは最近持つようになったので、うん、あの皆さんもそうです、ね、今少しでもまあそういうふうに先駆け信奉者を見てもらえたらあの気軽にまあこう興味示して飛び込んでみてもらえるといいんじゃないかなと思います。 ありがとうございんか全然私が想像したりすごいみんなしっかりありがとうございますちょっと今日はねあのやっぱり前回に続いてすごいフレッシュなあ今年入社したばかりの社員の皆さんに来ていただいていろんな話をしてもらったわけですけどもやっぱり今回はこ今回というか前回と今回のこの2回はあそういった同じぐらいの年の方 年が近くて今ちょっと先駆け進歩どうなんだろう考えてみたいなみたいな方をちょっとこう意識したところが私もありますのでもしそうですねできればこの採用イベントもすごくいろいろ今多彩にやっておりまして毎月。 毎月1時間でのオンラインのイベントで、えー、会社のこと仕事のことをくまなく紹介するというものもやっております、まあ、ぜひそれをこうきっかけにですね対面のイベントに参加してみて会社の雰囲気社員の雰囲気昨日あ前回今回と話してくれたこのフレッシュマンの、ね、先輩の、年の近い先輩たちの雰囲気を感じてもらってあちょっと自分には自分に合ってそうだなあちょっと違うかなとかそういったの全然それでも構わないので、えー いろんな機会を皆さんにちょっとお届けして接点を持てたら私も嬉しいかなと思いますのでぜひマイナビからイベントの申し込みなど承、はい、っておりますのでぜひともよろしくお願いいたします。最後ごめんななさいいちちょっっと宣伝告知になっちゃいましたけども、はい ありがとうございます3人も、あのー、忙しいところね時間作っていただいていろんなお話してもらってちょっとねもうちょっと足りないところはまた夜でもね春樹 <laughs> にお酒は春樹くんねお酒飲めないですけどはいまたちょっと夜にでもお話できたらいいなと思います。はいじゃ私からは以上ですので藤岡さんにバトンを渡します。 はい改めて今日はありがとうございましたありがとうございました,ました私もちょっとフロアが皆さんと違うのでこうやってお話できたのがすごく新鮮で、うん、またフレッシュな風を感じて私も頑張ろうと思いましたはい頑張りましょう <laughs> はい頑張ります <laughs>、はい、じゃあ今回もですねあの前回の記者編に続きまして 人材部の加藤凛子さんとそして新入社員の3人の皆さんといろいろなお話を伺いました皆さんううもあありりがとうりがととごございございいままししたた、はい、では皆さん最後にあのフレーズで締めたいと思いますが心の準備はよろしいでしょうかはい、はい、<laughs> じゃあ私があの掛け声したらせーのであの言葉を言ってください。はいはい ではいきます。せーの、エヴァマンズ。ンズよし。